いや、ほんとすごい寒いんですよね、最近は。なんかもう、最高気温が0度とかね、そんな感じで。結構寒い日が続いてますけれども、皆さんのところも多分ね、寒くなってきてると思うんですよね。だから、風邪とかひかないように気をつけてください。さあ、そろそろ倒すんじゃないかい？このソウとかいうやつは結構そんなに強くなかったはず。ただ攻撃が当たらないからなかなか倒せないだけで、そこまで強くないはずだ。かわす能力を持っている。あ、ほらほら、倒した倒した。結構すぐでしたね。はい、ついたか、よかった。ほんとですよ。どうやらむやみにいじらない方が良さそうだ。そうだね、私も賛成しちゃったわけだから。別の方法か。もう嫌。嫌とか言わないで大丈夫。私が今回は絶対全力で助けてあげるから。かなちゃんは一周目の時も助けただっけ、多分。え、そんなことなかった？忘れちゃった。多分助けたはずです。はいはい、ステータスチェック、言えなかった。ステータスチェックですね。そうだな、ステータスチェックせっかくしてるから道具を持たせておきます。道具じゃない、これか。そうだね、じゃあ誠くんは辞書、英和辞書、よし。で、綾乃さんは、綾乃さん結構あれですね、なんだっけ、意志が強い。まあそんな感じの女の子ですけど。あー、矢野さんはじゃあ ブリキの箱、カッターナイフ、傘を持っててください。で、ハヤト君強くなかったっけ。ハヤト君はそこそこ。ハヤト君にはじゃあ、あの、これ和英辞書、和英辞書じゃない、さっきから辞書って言ってる、前回も言ってた気がする。辞典です、辞典、和英辞典。はい。で、かなさん。かな、あ、待って、ちゃんって言おうとしてたっけ、さんって言っちゃった。かなちゃんもちょっと弱いから、一番いい、このカッターナイフを持っててください。それでも38か。武器じゃあ2個持っててもらおうかな。ブリキの箱も持っててください。あ、防御忘れてた。念はないのか。防御はじゃあ、カバン。女の子チーム、カバン。チームじゃないけど。カバンで、あ、まあいいや、全部持っててもらおう。クリアケースでなんとか。あと、ハヤト君も、はい、じゃあクリアケースで、これでいきたいと思います。そしてセーブをします。準備完了。はい、セーブしたい。セーブ記録。はい、オッケー。体力はそこそこな感じですかね。そんなに減ってない。あ、ダメだ。ハヤト君は回復しておかないといけない気がするから。じゃあ、おにぎり。はい。オッケー。そうしますか。あんまり一人で突っ走るなよ。それ、いつも僕がハヤトに言ってることじゃん。うるせえ。痛い痛いって。痛そうです。痛そうですよ。髪引っ張っちゃダメだよ。剥げるよ。かなちゃんもなかなか、かなちゃん、ねえ、高いね、P が。話す。早く帰りたい。ねえ。そうだ、携帯。そっか、その手があったか。あ、来た。かなも持ってないしな。え？持ってない。どうして？これ余計な詮索。あ、間違ったかもしれない。なんか前回もどうしてって聞いた気がします。違う選択しようと思ってたのにな。さてと、どこでかけようか。これは前失敗しちゃったんですけど、なんだっけ、あれか、優先席がこれなんですよ、きっと。これ、この赤いシートだから、ここの近くでは携帯電話をかけなければいいとか、そういうこと言ってなかったっけ、綾乃さんは確か。だから、そ
そうだな、この辺で書ければいいかなって思います。でも怖いから記録します。はい、でさあ、ハートがついたピンク色の携帯電話、電池が切れそうということで、よし、電源を入れる。 OK、 そういえば電池切れそうだったから電源切っといたんだった。さっさと電話かけないと。でね、二度手間ね。はい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 、携帯電話使いますよ。でですね、もうこの前なんだっけな、電話したんでしたっけ。もう電話はかけたくないんですよ、すごい怖かったから。電話はかけない。メールもちょっと怖いから、ちょっと待って、一旦待って。ネットか音楽ですね。で私の考えなんですけど、優先席付近のことを考えると音楽はかけちゃいけないと思うんですよ。電車内は多分うるさくしちゃいけなかったはず。私電車あんまり乗らないんですけどね、本当に 2,3 回しか乗ったことないんですけど、だからとりあえずネットにつなぎます。はい、うん、ネットに全部はダメか、うん、3回ぐらいネットにつないで、残り1個とかで、いや絶対電話はしないので、残り1個のところでメールとかにすればいいのかな。ネットでとりあえずね、情報を集めましょう。全然ページ取得できないね。電池切れそうだし、やめといた方がいいんじゃないかな。待って、あと3あるから。でもやめた方がいいのか。いやいやいや、これでやってダメだったらちゃんとセーブしたので、そっからまたやり直します。はい、はい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 、 OK、 うんうん、よし、あと1。これはさすがにネットつないじゃう。ネット大好き。あ、もう電池ないんだから、あ、そっか、そうですよね、助けを呼ばないと。じゃあ前にでも出そうかな。電車に閉じ込められちゃった、どうしたらいいかな。はい、送信と。あ、電池切れちゃった。メールの返事もらってないのに、仕方ないね、帰ろう。よし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 、いいかなこれで。ちょっと待って、電源切った。あ、ない、道具がない。電源切ったかい。大丈夫、いて、大丈夫、落ち着いて。いくよ。いい？えい！あ、いけた！おはやったぜ！これ来たんじゃない？いや、まだ油断はできないぞ。あれ？どうしたの？ごめん、電池切れちゃった。そっか。ん？なんか光ってるけど。え？あれ？さっき電池切れたと思ったのに。試しに電話かけさせて、メールはどう？ネットは使える。電話は絶対やだ。メール、返信来たかな？待ってよ。どっちだ？どっちにしたらいいんだ？どっちでもいいのか、これ。うわぁ、でも、ネット使えなかったです。でも、ちょっと怖いから、ネットにしていい？いい？ネットで。ちょっとネットがいいよ。私、ネットがいいから、お願いします。いい？もし違ったら、違ってなんかなったら後であれするよ、メールはどうにするよ、それでも違ったら電話かけるよ。よし、どうかな。無理、全然ページ取得できない。時間かかればできるかもしれないけど、あ、電池切れちゃった。携帯電話もダメか。いや、待って、問題ある？ない、問題ない。いや、ちょっと待って、かなちゃんがあっち見てるのが、ちょっと待ってよ。落ち着くんだ。いい、いけた、これいけたと思う。よし、大丈夫、よし、かなちゃんに話しかけます。